少し昔話をしましょう。ロマ帝国、先々代皇帝崩御の後、皇帝の弟でありましたカール6世が帝位を継承しました。皇帝は実直でありながら豪快なお方でした。頂点に立つ者の器を備え、掲げる正義は曇りなく、正義への忠誠の誓いを立てずとも帝国の繁栄にかける意志が揺らぐことはありませんでした。しかし皇帝は男児に恵まれなかったのです。国を守るために必要だった男児を残せなかった皇帝は、長子であるテレサ様に帝王学を学ばせました。幼い頃から頭角を現し、鑑識眼を持つテレサ様の成長ぶりを頼もしく思う一方で、皇帝は不治の病を発症します。床に伏せるようになり、テレサ様の継承権を諸外国に認めさせようと奔走するさなか崩御しました。その時、私と皇帝の契約は終了します。皇帝たるテレサのそばで、テレサのために全てを捧げてほしい。死の直前、皇帝はテレサ様好きの次女シャーロット様を呼びつけ、その言葉を残して逝去されました。議会で叙功が認められたのは、くしくも皇帝の崩御の直後のことでした。シャーロット様はその言葉通りの忠誠を誓い、私と契約を結びました。私と誓う正義への忠誠は、契約者が心から願うことでしか成り立ちません。シャーロット様はテレサ様の世話係に任命されて以来、赤子の頃から常におそばに寄り添い、テレサ様の母親代わりとしてたくさんの愛をテレサ様に注いでいました。私も契約が始まった頃から常におそばでテレサ様の成長を共に見守ってきました。ですから、シャーロット様が獄中で正義を貫くために自害された意味も理解できるのです。巫女を設けられなかった自分の運命を恨まずに済み、シャーロット様もお幸せだったと思います。愛情を持って接しない限り、人はテレサ様のように純粋すぎるほどまっすぐに成長できません。偽りのない愛を受けられ、大切に育てられた証拠です。そばで見ていた私が申しているのです。何よりの証拠でございましょう。もしかして母様のことで私に気を使ってるの？心配しなくても大丈夫。シャーロットが誰よりも私の味方でいてくれたことも、愛情をたくさん注いでくれたことも知ってる。血のつながりとか抜きにしても、私はシャーロットが私の母親だって思ってる。ただ誰かを責められるわけじゃない。みんな自分の信念に従って懸命に生きてきただけ。私にはその覚悟が足りなかった。与えられた役目があるのなら、私はその役目を全うしたい。だから私は皇帝に戻る。もう道を間違えたりしない。その後にね、きっと私の人生は開かれていくと思うんだ。だからちゃんと見ててね、シャーロット。あの時はあなたの言葉がなかったら乗り越えられなかったな。ジャスティスはどこかシャーロットに似てると思う。ずっと一緒にいると似てくるの？父様に似てるところはなさそうだけど、理由がどうであれ、私のそばにいてくれてありがとう。これからもよろしく。気空師さんたちと出会えて、私にもあなたにもいい風が吹き始めてると思うし。テレサ様。ん？何？歴史の分水嶺のシミュレーションは先代皇帝と契約していた時期にほぼ終え、データは揃っております。え？そうなの？じゃあもう気空師さんたちが戦争に参加する必要はないってこと？
でもなんで急に今になってそんな話。あと一つだけ足りないデータがあるのです。そのデータって？シミュレーションの中で強者が死ぬケースです。強者が死ぬケース？歴史を動かすほどの強者が不慮の事故で亡くなった場合、その後の歴史にどのような影響を及ぼすのか確認するための。それって飛空士さんたちに死んでもらうってこと？ダメ、そんなことさせない。導きなさい。